はい、どうも、哲学人です。今回もトーチライト2やっていきたいと思います。なんかね、ちょっとね、これから始める人向けに役立ちそうな話しとこうかなと思うんですけど、ポータルは一度開くと、その場所に、なんていうか固定でね、設置されるような感じになりますので、なのでね、行って戻ってくると消えちゃうとかそういうことないので、なので、置いときたい場所に、開いてね、置いとくって感じですね。で、やればいいかなって感じですね。あとは、ペットでね、アイテム買えますので、なんだっけな。ペットがアイテムを売るだけじゃなくてね、この購入機能ってあるんですよ。これ、すごい賢い機能でさ、ポーションとかちょっと足りなくなってきたなとか、あと鑑定スクロール欲しいなとかって時に買ってきてもらえるんでね。この機能も使うといいかなって感じですね。はい。じゃあやっていきましょう。サイドクエストの続きですね。うん。割と、なんていうのかな、ポータルが、ボス部屋はポータル設置不可なんで、まあ入る手前のところに置いておくといいかなって感じですね。その場で復活もできるんだけど、そうするとゴールド減っちゃうんで。ゴールドなくしたくないよっていう人は。その方がいいかな。シレイスロード倒したで。ハクスラってなんか100時間ぐらいやらないとそのゲームの本当の良さみたいなのってわからない部分あるからさ、スルメなんよな。結構そのハクスラー、まあちょっとだけやるとさ微妙だなーって感じになることって割とあるんだけど、やり込んでいってまあなんていうのかな、強くなってくると、なるほどなーってとこもあるかな。あ、父の遺体あったよ。You have completed this quest.これはもう私的には絶対やりたかった名作の一つであるんで。いやー、いいですね。地上へのポータル。Thanks.
ああ、なんてことだの。父さんが死んでしまったなんて信じられない。エッサレイに戻らない。ここにはもういたくないわ。ありがとう。心の痛みは大きいけど、少なくとも父のことが知れてよかった。父の形見のロケットもあるし。では、さようなら。フレームが上がったんで、まだでもちょっと上げられないのか。枯葉の沼にある見捨てられた製材所でダイナマイトを見つけよう。製材所っていうとなんかグリムドーン思い出すけど、危な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 、こいつ結構怖いんだよな、この沼。沼モンスター。ちょっとマップの位置こっち側にしよう。マップもね、非表示、まあちっちゃくてもいいんだけどね、こうやってね。中央、右、左みたいな。これ、まあ、自動追尾だから割と初心者向けのビルドでは。行けてなかったもんか。あ、ちょっと待った。ウィンドメーカーの森なんだけど、ちょっと待ってね。クエストの方をちょっとクリアしたい。どういう感じなんだろう。
これでいいのかな。はいはいはい。あ？なんか足りないって言われるんだよね。あれもしかしてなんかあるのかな。ちょっと待ってね。臆病者アイアンソーン。枯れ沼で手に入る。あ、やっぱりそうなんだな。なんか私が見落としてんのかな。
雰囲気的にはさ、この下にありそうなんだよな。ベルの台座だもんな、これな。終了してみるか。困った時のセーブ&ロード。このキャラクターもね、もう41ですからね。もしかすると崩落なのかな。そんな気もするよね。殺戮のアリーナってあるけど、もしかしてここ行くのか。それでグロムの財産を探しに来たのか。私の戦利品は寛大なもので、この世に並ぶものなどいない。アリーナで生き残り、己の価値を証明しなければ成功の道はない。警告しておこう。多くの者がこの血に染まる場所で自らの勇気を示したが、成功した者はまだいない。彼らの魂は今や私のものとなり、命じるがままに動く。挑戦を受けるか、お前の決断を待っている。あ、ここで、挑戦を受ければいいのね。第一ラウンドみたいな感じね。殺人者の、これの話してたのね。
ね。これで3つアイテム揃ったんで報告できんじゃない？これで大丈夫ね。おお、そうか、全部見つけたようだな。この調合薬はで、歴史的な人物になれる最高の材料を大釜に入れればキックルスピットは超え、眠れる死者を呼び起こし、操ることができるようになる。お前はキックルスピットに究極の力をもたらし、世界中にを苦しめた愚か者としていつまでも人々の記憶に残るだろう。アンテッドの軍団を自在に操る私に立ち向かえる者などいない。また会おう、親愛なる友よ、ということで。やばいんだよな。果たして救ってしまったことがいいことなのかみたいなさ、前のアクションにもいたけど、やべえやつがいたりとかすんだよね。主人公は悪の手先になるみたいな。まあなんか失脚させるみたいなのもできそうだけどね、うん、ちょっと待って、もうさ、ベルを取っちゃったらなんかできるとかないの？そんなことはない、そんなことはなかった。そしたら次の土地行きますか。ごめん、なんかD2 のさ、ソサのテレポみたいな感じで使うのもいいんだけど、うん、まあ、ちょっと距離短めだからあれなのかな。ちょっと待って、もしかしてこれあれ、あー、爆発関係か。距離が増えるわけじゃないんだな。エレメンタルを近くの敵にエレメンタル効果を与えて、その持続時間になります。これはエレメンタル、興味のあるスキルを適当に取ってますか。今日は喪に服している。ソフィアの遺体が見つかった、発見された状況を言い表す気にはなれない。先週見つかった哀れな魂と同様に変わり果てた状態だったからだ。ジークフリード艦長が危害を加えたものを借り出す気がないのなら自分たちの手でやるしかない。よりにキャビンを出たくないか、キャメロン。わあ。これか。
情報。2つの家族の消息がわからない。ルークとサミーの一家だ、両方ともに強くて有能な者もいたが、ひどく争った形跡があった。死者と行方不明者の数は16人にもなった。この一番、この一帯の狼は、防御壁の向こうでうなったり歩き回ったりして妙に攻撃的だ。恐怖を嗅ぎつけているようだ、キャメロン。ダイナマイトを見つけようって言われてるよね。3日目、ウェアウルフだ、サラは奴らが庭の柵のように簡単に防御護柵を飛び越えるのを見つけた。もう30もの魂が失われ、私たちは助けを求めた。救援が間に合うことを祈るだけだ。今では日暮れ前でも遠吠えが聞こえるようになった。明日私はできるだけ多くの人を連れて脱出を試みよう。ガーディアンがそばにあらんこと。キャメロン、あ、キャメロンが人狼なのかと思ったけど、そうじゃないのね。こういう話ではないと。これもいらないかな。これもいいんだよな。ちょっと変えるか。
キャメロンは死んだ。彼は、私は彼の所持品からこの日記を、見つけた。封鎖した地下室にはもう、一握りのものしか残っていない。この場所を離れなければ、これ以上は持たない。キャメロンが脱出したとき、ジークフリート艦長が姿を変えてあの獣になってしまった。私たちの目の前で、彼らを怒りのあまりバラバラに引き裂いた。血の渇きは満たされ、キャンプを離れたがきっと戻ってくる。次の夜明けは見られないかもしれない。サラと。お、ジークフリート艦長が人狼なのかな？ダイナマイトをゲットしよう。謎のショルダー。まあいいかな。よし、こんな感じかな。これが最後の式だ。もう3人しか残ってない。日暮れまであと数日間だ。狼の声があちこちにから聞こえる。あの門を目指すつもりだが、望みは薄いだろう。もし誰かがこれを見つけたのなら、私たちと同じ運命をたどるかもしれない。できることならすぐに逃げて、ガーディアンの守りがあらんこと。サラ、タット、ピラムか。はい。ダイナマイトありましたね。枯れ葉沼に戻る。敵を倒すと半径7メートル以内を凍らせる。ローズンフェイト。凍結させる可能性がある。これどうなんだろうね。
ダイナマイトはあるけど。ダイナマイト持ってきたよ。部隊が全滅した。私が唯一の生存者、信じられない。ここからはあなた一人で進んでいかなければならない。私はキャンプに戻り、司令官に報告しなければ。この辺りには気をつけた方がいい。どうしようかな。ゴマナ吸収とかあるんだよな。これにしようかな。先に進むと、はい、結構ね、この辺もね岩トロール。刺激が超痛い時あるから。
can't parry anymore. Okay.このキャノン。ソケット開けてくれでしょうね。
よし、ちょっとレベル上がってるんで。じゃあ、貯めとこう。組み立てが必要。スクラップワークスの中にあるエネルギー源を探し出す。ポータルここに出し直そう。割とこう逃げてくとさ、倒せちゃうからな。ワープが強いよね。野営地にある、ストーカー教授、ストーカー教授っていうのこれストーカー教授なのこれ、やべえ名前だなストーカー教授っていうのかこれあ、ブリジット助けてくれたお礼に恩返しできることをずっと考えていた。魔女のキャックルス・スピットに会いたいのなら私にも手助けができる。伝承を繋いでいったら彼女の隠れた王国への行き方が分かったのだ。フェイドが道をひた、開いてくれるのだが、彼はその代わりに何かを求めてくるかもしれない。あなたは北にある隔離された戦場行き、フェイドの墓を示すシュラインを探さなければならない。この寺院があなたの手助けになりますように。フェイドの道。ストーカー教授、よくやった。このエネルギー源は
ットマンの、ボイラーにはめるのにちょうどいいんだ。ん？変だが何も起きない。しまった。恐れていたことが起きてしまった。このエネルギー源は完全に枯渇し、してしまっている。あ、これはなかなか難しいことになりそうだ。どうしようかな。こんなことは問題ではない。エネルギーについては隔離された戦場のエンバーワークスの探検を通してすでに知られていた。かつてイニシエのドワーフがエネルギー源を作るために使用した機械を発見したのだ。エンバーワークスにたどり着くことができればエネルギーを充分することなどたやすいはずだ。古戦場に到達するには、リベンスカルの賛同を取らなければならない。エネルギー源の充分が完了したらここへ戻ってきてくれ。隔離された戦場。How may I help you? レアベルト。アイアンロード7回復もついてんだよな。結構頻繁にこうアイテムを入れ替えながら、これは残そうかな、あれは捨てようかなみたいな感じでやってますけど、共有証拠も割となくなってきた。これかな、隔離された戦場か。ガーディアンだよね。
し、ポータルありましたね。はいはい。フィジョンの道そっちなんだね。冒険者の死体に何か赤道に化けたさガーゴリルとかね、T3 の墓地とはまた違う良さがあるね。壊れたビックスの塔、
い、44レベル。なんかね、こう D2 の感覚だとこうガン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 進むというよりはさ、ちょっとずつマップ内の敵を処理していくみたいなやり方をすることが多いから、その感覚に近いかな。ポーションガブ飲みゲー的な感じで最初はやっていって、まあ最終的な装備だとね、いろいろこう、回復手段とかも用意していく形になるんだけど、最初はとりあえずポーションありきみたいなさ。井戸から差は湧いてくる感じ。D3 っぽいよ。いやこれもいらないかな。なんか変なことやった？やってしまいました。
回戻りますか。隔離された戦場ね。The back of the wagon. ガチャとかもなあできるからね。ゆくゆくはバンドスタッフキャンドね。バンドちょっと弾いてみるよ、1個だけ。お金もたくさん貯まってきたらガチャ引きまくりたいね。これ何なの？だいぶ向こうなんだな。放置隊天気の星。これは
この片側にあるのか。火の祭壇。毒の祭壇。濃くなってきましたが、一応このゲームランダムマップ生成らしいんだけどね、こういうところもそうなのかどうかわからないけど、あわここもどうかわかんないけどね。せっかくだから行くか。
そう、なんか結構やっぱこうまったり遊べるのいいよね。朝実況のやり方がなかなか難しくてさ、すごい短くてもいいのか、こういうお腹いっぱい型にするかって割とあってさ、なんかなメンバー限定とかにしたらいいんじゃないですかって言われるんだけど、なんかなこれをメンバーの人だけに見せるとかな、それはなんか私のポリシー的に嫌なんだよな。なるべくただで見てもらいたいっていうのがあるから、メンバーシップはなんかよほどさメンバーに入ってメリットがあるやつとかな、そういうのだったらやってもいいんだけど、なんか何でもかんでもメンバーシップとは思ってないんで難しいところよね。なんか入ることによってメリットがあるならねいいんだけど、これぐらいはなんかタダで、てか一緒にハクスラしましょうよ皆さん。それが一番の私にとっては嬉しいことかもしれないかな。よし、これで終わりかな。どうしようかな。なんかこう、捨て振りもな、割と悩みどころではあるんだよね。完全にさ、ちゃうのもあんまり嫌だなと思って、
してない。割とこう フィールドがむちゃくちゃでかいのよね。これね、どうやって降りんの？ここに鬼、ここが鬼になるのかな？なんかやると。まあいいや、メインストーリー進めますか。感じとしてはあの上なんだよね。
あ、おお。来た、フェイド。私はフェイド。なぜ私を呼んだ？あ、キャクススピリットの隠された領域か。そうだ、道を知っている。ただ、ただでは教えない。私は変わった。食欲がある。死体には過去の行いがいつまでも残っているが、それが私の空腹を満たすのだ。偉大なる、四戦士の頭蓋骨を持ってきてくれ。そしたらどこにでも連れて行ってやるだ。この戦場には、偉大なる英雄たちの骨が散らばっている。探すのは難しくないはずだと。キャックルスピートの領域。で、メインクエストはこっちなんだよね。ん？あ、これか。ロボット。お前は誰だ？ここに何をしに来た？この扉を通りたいだと？へ、そんなに簡単にはいかないんだよ。何にでも値段はついてる。今となってはよく知ってるだろ、そんなこと。我々が抱えている問題を解決することができれば、お前の問題も解決してやろう。グレートスペクトラルドラゴンの、ディスが我々のものを何年もの間、横取りしている。それを返してほしいのだが、そう、お前が取り返してくれるだろう、絶対に。先祖代々受け継がれてきた王冠があるんだが、もちろん簡単に手渡したりはしないだろう。だがこの扉は開かない。だからここでずっと待つより、テスト、戦った方が確率ははるかに高いだろう。ティスは忘れられた館で見つけることができる。幸運を祈ると。はい。あ、こっちか。エンバーワークスに戻る。そしたら、今回はそうですね、一旦これで終わりにしましょうか。で、レベルの方も上がったので、そうですね、なんとかレベル45まで、来ることができましたので、また次回もね、この続きからやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。哲学人でした。